はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。では今回は信長の野望大使上杉家前田刑事物語、続きをやっていきたいと思います。今回はですね、最上残された城残り3つというところで、その一つ横手城の攻略に入りましょう。で、横手城を攻略するにあたっては、一つすでに内容の確約を取り付けている岩清水、彼が横手城に所属しているということもあって、横手城を標的にしています。で、さらに軍勢の数を少し落として、あえて敵をね、野戦へと引きずり出すということを行って、このね、今敵総大将志村光康率いる敵4300、これをマスターで、壊滅させるということをやっていきたいというふうに思います。ちょっとね、前田刑事の出番が少ないんですが、刑事はね、対徳川のための備えとして小峰城に置いてあるんで、今すぐちょっとね、刑事が大活躍っていうような場面ではないです。我に続け。あー、そうか、武将を配置しとかなきゃいけなかったですね。おっと、津軽が南部に戦線か。まあ、ここは南部につくしかないけどな。津軽としては領土拡大するには南下するしかないので、しょうがないですね。まあ、ただ、津軽と南部の戦いだと、ちょっとどうなんだいって感じがするな。力を貸すぞ。さあ、ここで徳川が上杉に、助立ちいたす。宣戦布告。まあ、ある程度輸送していた動きですね。世の汚れを払い、天下に性質を出たー。三つ葉葵発動してきたな。敵が我が領内に向かっております。さあ、ここで矢名取城に41800ですかい。それはでかいわ。まあ、ただこの時のために十分な準備はしてきた。今こそ徳川勢を撃破しよう。少数を持って台を打つ。戦場の上限14000か。どうする、どこで迎え撃つ。徳川をどこで迎え撃つ。信行、先方信行41000、戦場上限16000。どこで迎え撃つ。まず数としてはきっちり揃えたよね。14700対14700という数を揃えた上で、先にこちらが戦場に到着したや、その中でどう差配するかということになりますよね。できればもうちょっと数少ない中で戦いたかったんですが、こればかりは仕方がない。ではここで決戦に及びましょう。影勝、刑事はダメよ。ちょっとこの辺りは見直したな。本状態、むしろ本状態を鉄砲に変えて、小峰城の部隊を一つ解除した上でだ。刑事の兵を騎馬に変えて、その数を2600まで増やす。ちょっと待ってね。ただこれ2000ぐらいにしとかないと危ないかな。小峰城がね、空っぽになっちゃうという怖さもあるので、その上で米沢から兵1500を出しましょう。これでどうでしょうね。あと影勝のところはマックスまで持ってこよう。菅川、これも2つに分ける必要があるかというとちょっと微妙ではありますけどね。会津若松の兵を1つにしましょう。で、影勝を3700まで増やす。
ここもそうだよね。同じだよ。影勝の兵をマックスまで持っていく。5500としましょう。で、残りを周辺諸国から呼び集める。これでまずは徳川軍を撃破しよう。でその上で裏工作としては、徳川に対してはしっかりと講和を、模索していきましょう。で、マモロ城を攻略した兼津上杉にも戻します。で横手城攻略の部隊はこのまま行きましょう。負ける戦いではないはずなんで。この城もらい受ける。ここで終わるなんて。で兼続はこのまま北進させる。もう最上の息の根を止めにかかりましょう。後に続け。徳川軍40,000、上杉軍15,000。先月の収支、これをなんとかね、追い払いましょう。交渉を始める。この策いかがでしょう。2つの新規方策ですね。領主選別、農作業改革2つが入っています。表情を、ここはもうすぐに効果が発揮される。戦系の何か有用なものがあれば使っていきましょう。馬防策かな。馬防策を入れておきましょう。足軽のね、防兵速度を上げたりしても今更なんて、一旦放置した上でだ。ポイントになってくるのが、まずは武将の配置ですね。柳取城には一人武将が入っている。今の数ですからね、これは。会津若松から何か入れちゃう。鶴岡にも人を入れていかなきゃいけないね。いやー、もう武将の数がちょっと足りなくなってきてるね、ここに来て。あとは徳川を撃った後、撃退した後に考えましょう。で、今すぐに欲しいものを買っていきます。軍馬、取り計らいます。鉄砲、この辺りは合戦が徳川と続く以上は、いくらあっても困らない、あればあるほど嬉しいという内容ですね。あと対徳川でできること何かあるかな。交渉で、家康と和睦は常に模索しましょう。最上もこちらに心中の意思を降伏してくれば許すんですけどね。何？政宗が徳川に下った。くー。予想はしていたが、早かったな。強行で城を落とす。政宗が散ったか。やられたね、これは。政宗に関して言うと、もういくらやってもどうにもならない状態だったんでしょうがないんですけどね。
政宗を失った。まあここ対面発動しとくべきだったな。足軽レベルを上げておきます。我が志必ずや果たさん。さあここをしっかり津軽隊撃破してほしいけど、津軽隊が勝つよな。さあ徳川との決戦、徳川の先鋒真田隊を撃破していきましょう。さあどういう布陣でどう戦うかですね。兵の数は互角、あとはどう戦うか。いやまず作戦ですね。まあここは特に何もせずでいいかな。罠をそれよりもしっかり、使っていきましょう。奈落なのか泥沼なのか山津波なのか。山津波が発動できる場所は決して多くない。だとすれば泥沼奈落、バランスよく配置していこう。軍施設としては陣、あとは銅だら台、どうだ、銅だら台を置いてそれを守りきれるだけの数はないよな。先方ゲージはガシガシ発動したい。守りきれないと意味がないからね。そうなると罠だな。もう二つ、三つと罠を配置していこう。よし、これで回線だ。後に続け。包囲しているっていう言い方もできれば、逆に言うと、分散させられてるという言い方もできるし、ここはちょっとね、要注意というところですね。ご命令を覚悟しておけ。始めるぜ。我が命に従え。覚悟せよ。ご命令を始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。マイル、始めるぞ。敵の居所をつかみましたぞ。さあ無理はしない。ゲチよ、始めるぜ。始めるぞ。叩き潰せ。やりたい、前へ。ご命令を覚悟しておけ。モイル、覚悟せよ。刑事は影勝のそばに。ご命令。ゲチ、始めよ。ご命令を。やりたい、前へ。よし、無理はしない。しっかりと陣形を守って戦いましょう。さあ行こうぜ。我が命に従え。始めよ。叩き潰せ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令を。さあ始めようか。覚悟せよ。右翼側で戦
端が開かれてその動きが激しいという状態ですね。一旦奈落に敵を誘導したい。始めよ。覚悟しておけ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前へ。行く。まあ泥沼にはめられたか。まあただここはちょっと余裕を持って戦いましょう。ご命令を。覚悟しておけ、ゲチよ。始めるぞ。泥沼にはまった影ガツを刑事で救援。もう出番か。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチ、始めよ。始めるぜ。覚悟しておけ。さて、どうする？ここちょっと難しいよな。まずは強襲をして単純な攻撃力を上げておきましょう。今戦況は一進一退、ほぼ影響はないという状態ですね。体制への影響はなし。覚悟しておけ。叩き潰せ。ゲチよ、さあ始めようか。ご命令、覚悟しろ。命令してくれ。始めるぜ。始めよ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前。突破されたか。やりたい。前。一つ突破されましたね。原隊に突破された。まあ、ただ原隊に突破されてもまだそれほどの痛ではない。各隊がしっかりと敵を罠へと誘導していく。始めるぞ。ご命令を。覚悟しておけ。命令してくれ。逆にね、突破したやつがいたとしても突破したやつを一旦放置して、その間に数で有利になっている他のところで敵を撃破していきます。やりたい。前。やりたい。前。各方面どうなっている、確認していこう。信行の隊はここにいる。残り1578足軽ですね。まだね、決戦を仕掛けるには早いですね。勝てるとでも思ったか。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、影勝の5000をうまく生かしきれてないですね今。何しやがる。叩き潰せ。さてと、罠にはめたら今のうちに一気に敵を削りましょう。ねえ、始めよ。燃える。影勝を前へ出す。始めるぞ。始めるぞ。ゲチ。刑事は一気に信行の陣を狙いましょう。こうしたな。よし、高梨ないき。こやつもはめたな。ゲチ。しておけ。始めるぞ。ゲチ、命令してくれ。コウキ、やりたい。前。
この状態がちょっと数的に囲まれちゃってるな。敵に、敵が本陣切り込みか。ちょっと待て、ここは敵が本陣に切り込んでくるのであれば、あえてだ、影勝がおとりになってもらう。本状態が壊滅ですね。やりたい、おい、やりたい、前へ。ただついてこないね。本陣切り込みされた割にはついてこない。となるとちょっと戦況が一気にピンチだ。覚悟せよ、ゲチ、覚悟しておけ。ご命令を。さあ始めようか。右翼が危ないな。右翼が2部隊壊滅する可能性がある。一旦右翼を下げます。命令してくれ、始めるぜ。敵の居所掴みましたぞ。今こそ采配ね。信行の力負け。須田隊が壊滅。一旦引くぞ。上泉隊も壊滅。ああ、ほどはらタイム壊滅か。まずいな。健在なのが刑事。ご命令を。信行の数はまだ多いね。ここは確実に戦況を盛り返すために。一体ずつ削っていこう。ご命令。始めよう。まだまだ諦めるのが早い戦況ですからね。始めるぞ。ご命令を。もう出番か。もう出番か。やりたい、前へ。いやいや、まだこれほどと、これほどと。よし、奈落に落とした。心してかかれ。覚悟せよ。仕方ねえ。よし、敵一体壊滅だね。これで、左翼が行ったので、左翼の部隊を影勝の救援へと向かわせましょう。始めるぞ。急いで刑事を戻す。もう出番か。心してかかれ。敵の居所知れたみたいだな。いやいや、まったか。覚悟せよ。ゲチよ。もう出番。刑事は敵を壊滅させていこう。よし、投げ払え。戦況を五分に戻したぞ。そしたらこっからさらに戦っていこう。やりたい、前へ。でこっからなんですけども、ちょっと一旦時間を止めて、もう一つの罠へと敵を誘導していきます。覚悟しろ、ご命令を。しんがりをあえて大将の影勝が務める。始めるぞ。ご命令を。さあ始めようか。敵の居所知れたみたいだな。今は引こう。副将格の大久保隊を撃破しました。かー、刑事がここでやられたか。まあただ頑張ってくれたね、刑事も。やりたい、本当に。前へ。切り込め。浅はかなり。やりたい、前へ。切り込め。覚悟せよ。好機は今ぞ。今ぞ攻め込め。で、
1200の信行がここか。そうなると、信行に攻撃を集中させよう。奈落にちょっと突き落とせてないというのがもったいないけどね。切り込め。敵の居所知れたみたいだな。敵を制すは我が軍略よ。このままでは今は飛行。山岡隊が壊滅。後期やりたい。さあ信行を押し切りたいよね。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。数で信行を押し切る。前へ切り込め。信行が下がったら追撃です。この一撃全てをかける。よし、奈落に落としている。ありがたい。これ後ろから攻撃されるピンチでしたけど、奈落に落としたことによって破れるか。追撃しよう。グハ奇襲2連発か。まあ、ただここは信行の。やりたい前。敵の居所知れたみたいだな。始めるぞ。切り込め。方へと向かいましょう。やりたい前。なあ、ここに来て厳しいな。我が刃望むは貴様か。影勝が持ちこたえてくれれば。ゲチ始めるぞ。ご命令。どこに消えた。見失っている。覚悟しろ。力負けするとはな。切り込め。敵の居場所が分からなくなってる。くう、逃げられたか。影勝の救援に向かないと危ないな。そうなる。切り込め。ゲチ始めるぞ。愚か者には死あるのみ。いた、見つけたぞ。ゲチ覚悟しろ。やりたい前へ。やりよる。いかん、このままでは負けを急ぐ。泥試合だけど勝たなきゃいけないからね。ご命令覚悟しろ。まあ、ここで敵が下がるのであれば、こちらを確実に。やりたい前へ。ナイキが頑張るね、本当に。始めるぞ。やりたい前へ。いや、やまったか。切り込め。さあ、あとはじっくりと。やぶれたか。切り込め。信行を待ちましょう。始めるぞ。切り込め。敵の居所現れた。知れたみたいだな。バカだ、ありえん。切り込め。深くを取ったか。いやー、なんとか、徳川軍4万を押し返しましたね。もうちょっと綺麗に勝ちたかったところですけど、まあここはしょうがない。勝つことが大事です。必ずや勝つ。お化け武将、まあ、全員処刑だなと言いたいところなんですが、徳川とは和睦をしたいので一旦解放します。すまねえな。騎乗させて戦力の回復を図りましょう。
さあ、問題の東北戦線。最上の息の根を止める。鉄砲600を徳川に譲渡。安いもんだ。この間に、最上を打ち果たしましょう。まあ、残念ながらね、伊達、政宗、秀宗2人は出ていきましたが、まあ、もう出ていったもののことは忘れる。ここは包囲するしかないかな。ただ包囲しても242日かかる。時間がかかりすぎる。野戦に引きずり出さないとダメだ。撤退だ。行きます。どうする？無理だな。240日もかけてこの城を落とすのか。しょうがないな。報告します。先月の収支です。下地よ。はい、というわけでまずね、徳川軍41000、これを、なんとかね、新しく構築した要塞地帯で撃破することができたので、このままね、なんとか、しのぎたいなというふうに思います。一方で、伊達政宗、秀宗、両将が、それぞれ徳川、堀と、まあ、簡単に言ってしまえば徳川勢へ寝返ったという厳しい状況、これもありますので、まずね、今回は、最初に、ねぎらいましょう。恩賞を与えてね、各武将に。かたじけない。で、あとはというところなんですけども、今、最上勢、攻撃してるので、最上を引きずつき倒しつつ、最上を倒したら同じ方針で、津軽家を攻略にかかろうかなというところですね。で、津軽を滅ぼしさえすれば、もう本当に北側は、盤石ということで、対徳川に専念できると。いう状況が作れますので、そういう状況を作っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。